こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人の男性、特に40代以上の男性におすすめの鉄板アイテムベスト3というテーマで皆さんに動画をお届けしたいなというふうに思っています。ところで皆さん、今僕がいる環境っていつもと違うと思いませんか？しかも40代以上の男性だったらきっとですね、この背景って見たことがあるんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか？特にこのあたりの絵とかね僕の中では結構見慣れてるんですが、実はですね、今回はある方のところにですね、お邪魔してるんですね。で、僕もですね、40代以上のファッションというところではお話しすることも多いですし、得意な分野なんですが、やはりですね、持ちは持ちやということで、専門家の方に僕はご指導を仰ぎたいなと思ってですね、今日、あるチャンネルのですね、方にお邪魔させていただいてるんですね。それが、ジェディアファッションチャンネルさんなんですね。はい、皆さんこの背景わかると思うんですが、そこのチャンネルをですね、運営されてます森さんに今回はゲストとして来ていただきたいなと思いますので、森さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おー、ありがとうございます。森さん、よろしくお願いします。あ、本物ですね。いやいや、なんかね、この辺ももともとこのスタジオを作るときに、はい、大山さんのチャンネルをめちゃくちゃ真似パク、あ、いや真似して、ね、ちょっと参考にさせていただいて作らせていただいたんで。そうなんですか。はい、なんかお恥ずかしいです。今日もね、大山さん来られるってことで、はい、ちょっとこの観葉植物を新たに、ね、はい、そう導入したんですけど、はい、もうちょっとこうシュッとしたのが欲しかったんだけど、なんかちょっとイメージがすごく違う感じになっちゃって。いや、僕と同じぐらいの身長なのでちょうどいいですよね。そういう、ちょうどよかったですか。大山をこうなんかね、イメージして大きさも選んでくれたのかなっていう。これはもう大山さんだと常にこう緊張感持ってます、ね。いやいやいや、緊張感持つじゃないんですが。今日はありがとうございます。ありがとうございます。出ていただきまして。これあれですよね、 MB さんの後なんですよね。はい、そうですよ。コラボ。はい、コラボ第2弾ということで、今日はね。みんな怒ってる。いや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 。誰だよ、こいつみたいな話。いやいや、もう40代の男性がもうね、歓喜してると思いますよ。いやいや、ありがとうございます。はい。なんか僕はメンバーシップっていうですね、はい、チャンネルやってて、そこで今度森さんとやる予定なんだよって言ったら、結構ですね、喜んでる方が多くて。あ、ありがとうございます。はい、知ってる方多いと思います。あ、本当ですか。嬉しいです。はい、お世辞でも嬉しいです、ね。いや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 。はい。そんな森さんにですね、はい、今回は、まあ、40代以上の大人のファッションっていうところで、はい、ぜひご紹介していただきたいなと思うんですが、ジェディアファッションチャンネルさんの特徴というか、うん、どんなことをやってるのか、ちょっと簡単にお伝えいただければなと。そうですね。ちょっと今日、初めて見たよっていう、前誰だって方も多いと思うんで、ちょっとご紹介させていただくと、僕がですね、森氏っていう名前で、ジェディアファッションチャンネルをやってまして、まあ、もともとが、理系の大学を出てるもんですから、こう、ファッションをニュアンスではなくて、ロジックで紐解いていこうっていうことで、まあ、ロジックで紐解くファッション講座っていうのをやらせていただいてます。基本的には、まあ、ファッション初心者の方を、おしゃれにしたいなと思ってます。はい。で、やっぱり大人の方をおしゃれにするためには、やっぱりイタリアファッションがいいんじゃないかなって思ってます。なんか、あれ？なんかちょっと気づいたんですけど、はい、思ってますが多くないですか？思ってます、多いですか？いや、なんか、大山さんのチャンネルでやっぱその、思ってますを使うっていうのがなんかこう、ルールなのかなと思ってるんだけど、違うんですか、ね、いやいやいや、もう、思ってますおじさんで、皆さんもしていただいてる通りですね。僕なんかね、気づくと全部、思ってますでくくっちゃうので、そこをね、今日ね、触れていただけるっていうことで、はい。いや、なんかすごい怒られるんじゃないかなと思って、このボケめちゃくちゃ怒られるのかなと思って、命がけでやってます。いや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 、ぜひ皆さんもね、思ってます。何回動画の中でできたのかですね、報告いただけるとコメント欄でお待ちしてますので、よろしくお願いします。すごいですね、はい、なんかすごい爽やかな人だったな。いやいや、めちゃめちゃ砕けた人でした。いや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 、もうだいぶ適当な感じなんですけど。いやいやいや、でそんな感じでやらせてもらってて、はい、でまあ基本的には40歳過ぎてくると、やっぱりイタリアファッションって親父が基本なんですよね、うんうんうん、で僕も毎年行ってるんですけども、はい、ピッティウォモっていうイタリアで行われるメンズの世界最大の展示会、合同展示会ありまして、まあ、そこに来るイタリア人とかがやっぱりすごいおしゃれなんですよね。素敵ですよね、うん、だからやっぱりまあそういう40過ぎた時に、まあなんか今までの若者の格好をしていくというよりは、その親父向けのファッションということでやるんであれば、イタリアファッションがいいんじゃないかと思いまして、今日はね、そのイタリアファッションのマストバイというか、ベースを作るための3つをね、ちょっとご紹介したいなと。いやー、素晴らしいですね。なんか僕のチャンネルでは結構ユニクロだとか、まあそういったこう、割とリーズナブルな価格帯のお洋服をご紹介することが多いんですけども、まあ僕自身ね、年齢非公表なんですけども、30代最後の年を迎えるということで、皆さんもですね、もうご察し通りなんですが、まあそろそろ40代向けてどういう着こなしがいいのかっていうところで、改めてね、ちょっと師匠に聞きたいなと思ってますので、そのあたりね、ちょっと楽しみにしてますので、よろしくお願いします。じゃあ早速、はい。はい、やってみます。はい。
はい。まずはじめに、買いたいものなんですけども、うんうん、多分、ピッティウォモとか、そういうイタリア親父のイメージっていうと、例えばですか、うんうん、例えば皆さん、こういうものをいきなり買っちゃうんですよね。はい、なかなかこう、インパクトがある。はい、これはこれでおしゃれですけどね。おしゃれですけど、はいはい、でこれを、例えば今、大山さんがされているような格好とか、いつもの格好に来ちゃうと、はい、なんかちょっと違くないみたいな感じになって。当ててみましょうか。どうですか。これこれでおしゃれなんですけどね。おしゃれなんですけどね。いきなりこう初級者の方が入っちゃうと、いやいや難易度は高いかもしれないですよね。という感じになっちゃうので、はい、最終的にこれを着たいんですけども、はい、まずベースを揃えましょうということで。ベースですね。はい。で、ちょっと初心者の方が手薄になりがちなのが、まあこの二つ。パンツとやっぱりシャツ。なるほど。はい。で、まずパンツに関しては、イタリアファッションにおいてやっぱり細身のチノがいいと思うんですね。うんうんうん、はい。今だと、やっぱり、結構トレンド的には、プリーツパンツだったりとか、はい、ワイドだったりとか、イタリアファッションのおいてですね。なんですけど、40歳以上の人が、それやると、あ、大山さんみたいにファッション上級者がいいんですよ。だけど、初心者の方が、まあまあ、ちょっと最初は難しいですよね。そうなんですね。はいはい、事故る可能性が非常に高くって、そういう意味ではイタリアファッションにおける、こういう細めのノープリーツ、いわゆるここにこういうふうな、プリーツがないものを選んであげるといいのかなと思うんですよ、ね。まあ、やっぱ足がこう長く綺麗に見えますよね。そうなんですよね。やっぱり美脚に、どう作るかっていうのを徹底して、うん、まあ、ファッションというよりは美脚というのにこだわってるんで、はいはいはい、まあ、そのフィッティングがものすごくいいと。なるほど。で、特にブランドで言っちゃうと、僕的におすすめなのは、今僕が履いてるインコテックスだったりとか、インコテックス。はい。まあ、これはもう美脚の王様みたいに僕は思ってて。いや、本当そうですよね。そうですよね。もう本当に、多分、あらゆるパンツブランドが必ずインコテックスは参考にしてるだろうって言われてるぐらいに、やっぱりものすごい美脚。値段も高いですけども、美脚なんですね。まあまあまあ、いや、でもそれだけの価値は感じますね。感じますよね。なんか僕、ユニクロのことばっかりやってるので、はい、ユニクロしか着ないだろうと思ってる方も多いかなと思うんですが、インコテックス今までにね、かなり履いてますから。そうですよね、はい。世代的にはでもそうですよね。そうです、そうです。すごい足綺麗に見えますからね。そうですね。憧れのという感じ。はい、憧れの、そうですね。あともう一つは、いわゆるザ・イタリアンチノということで、アントラミっていう、まあデニムとかを結構メインにやってる。デニムが強いですね。はい、強いとかあるんですけど、うんうん、あそこもやっぱり細めで、結構バチバチにこう細くってっていう感じなんですけども、はいはいはい、非常にイタリアっぽいフォルムを持っていて、まあその辺のところを買ってあげると、まずはいいんじゃないかな。なるほど、はい。で、ボトムスの結構皆さんが悩んでるところって色、うん、何色から買えばいいのかなってところなんですけど、どうですかね。ね、絶対ベージュかネイビーですね。ああ、グレー履いてて言うの申し訳ないんですけども、はいはい、絶対にやっぱりネイビーとベージュっていう定番色がめちゃくちゃ使いやすくって、うんうんうん、まあ、さっきも言いましたけども、はい、オチとしてはさっきの派手めのジャケットを最後持ってきたいんですよ。ああ、なるほど。はい。はい、なんでそのためにはここベースになるものはあんまり色にまあこう狙った色は使わない方が良くてですね、はいはいはい、まずは使いやすいネイビーとベージュっていうのを持っといた方がいいかなと思います。なるほど。アクセントは、ま、一つに絞って、そうですね。それ以外はプレーンで押さえるところですね。やっぱり、いろいろアクセントを持っていくのはもう最後の最後なので、うんうん、まずは、今僕が初心者の方にお勧めしたいのは、さっきのジャケットでアクセントを持っていきたいんですね。はいはい。だから、ここのベースはもうプレーンなものっていうのがおすすめかなと思います。なるほど。はい。はい、で、2個目は、今着てるこのシャツですね。はい。はい、で、特に、まあ、こだわりたいのは、ここの襟型が、やっぱり親父になってくるとですね、今だとニットとかもすごい押されてますし、カットソーとかも押されてるんですね、はい。トレンドとしては言われてるんですけども、やっぱ親父になってくると、一番年が出るのってこの首元なんですよね。なるほど。はい。ああ、そうなんですね。やっぱ僕は冬場はタートルネックかモックネック。はい、で、夏場はシャツ、襟がついたシャツっていうのをよく押すんですけども、やっぱこの首元を少し隠してあげた、こういうちょっと貴族的な感じっていうのは、やっぱりすごくこう年齢を詐欺ができる、詐称できる感じになるので、うまくカバーするってね。うまくカバーできる。はい、ありがとうございます。うまくカバーできるので、まあそういう襟付きのシャツがいいと。で、あとは襟の形がですね、これもまたトレンド的には、はい、まあ、大山さんが着られてるようなバンドカラーとかですね、はい、あとは、そういうレギュラーカラーとか、いろんなのおすすめ、ファッション的にはおすすめされてるんですけども、初心者の方がまず取り入れるんであれば、こういうカッタウェイってですね、襟が後ろに向かってる？はいはいはい。ありますかね、ちょっと初めての用語ですよ、皆さん。カッタウェイ。はい。はい。この襟が後ろに向かってるもんだったりとか、うんうん、あとワイドって言われて、まあ似たような感じで、こう、ちょっと外に向いてる襟型のもの、はいはい。で、この大襟っていうんですけど、この襟の高さが少し高めのものっていうのを選んであげた方が、ちょっとこう、男っぽく決まる、ね。そうですね。大人っぽくなんかこう、スタイルもこう、ガシッとしてる感じが伝わってきます ね。ちょっと色気も出るというか、うん、はいはいはい、こういったものを選んであげる。あとはフィッティングも、ちょっとタイトめのものを選んであげるっていうのがいいですね。はい、はいはい。で、そのシャツの色は、はい、
どれ選べばいいですか？白ですね。あ、白なんですね。わかんない。なるほど。一番定番、ね。やっぱり定番の、まずは白かなと。はいはい、であとは、まあ、それ、こなれてきたらネイビー。はいはい。で、ちょっとこなれてきたらカーキベージュっていうのも実は使いやすいんですね。で、あとね、ギリギリストライプは OK なんですけども、チェックとかは今をやめた方がいいかな。よかった、今日。いや、すいません。チェックはね、なかなか。チェックはね。難しいのは難しいですよね。合わせがやっぱ難しくて。うん、なるほど。で、あとはもう10年前ぐらいはチェックってめちゃくちゃ流行ってて、はい、この今僕が着てるひなもれのシャツのチェック柄に赤が入ったらもう即完売みたいな。僕ですよ、持ってました。持ってました。みんな着てましたよね。着てました。確かにかっこよかったですよね。かっこよかったですよね。はい、だからそのうち来るとは思うんですけど、今はちょっとそれ気分じゃないので、チェックじゃなくて、まあソリッドなカラー。はい、あるいは、まあ、一定ストライプぐらいかなっていうところに抑えた方がいいです。うん、なるほど。はい、と思います。あとはちょっと気をつけたいところですね。で、やっぱりピチピチって言っても、角にピチピチでこうなっちゃうと、はいはいはい、モードっぽくなっちゃうのと、ちょっとエロっぽくなっちゃうので、まだやめた方がいいですよっていうのと、はい、あとたまにこういるんですけど、前立ての色が違うとか、柄が入ってるとか、ありますね。あと昔流行ったデュエボットニって、第一ボタンが2個あるのとか、はいはい、あとね、襟がめちゃくちゃ高いのとか昔流行ったじゃないですか。はい、ああいうのはちょっと今は気分じゃないので、はい、やめた方がいいかなとは思いますね。よくね、NG で僕もイラスト付きで出したりしてるので、皆さんもご存知だと思います。そうだ、よかったです、はい。あの辺はちょっとなんか、大山さんがめちゃくちゃ進めてたらどうしようか。いや、もう書籍の中でも何度もそれは触れてきたところなので、はい。はい。だからあれは10年前とか15年前だったらよかったんですけどね。今はちょっと気分じゃないので、そうですよね、まあやめといた方がいいかなっていうところを気をつけましょう。はいはい。いう感じ、うん。で、おすすめブランドとしてはやっぱり今僕が来てこのフィナモレっていうブランドは本当にすごく、全体の設計がめちゃくちゃ綺麗なので、なるほど、まずこの辺買っとけば間違いないかなというふうには思いますね。うんうんうん、はい、はい。あと最後にもう一点だけ、靴ですね。ちょっと見えにくいかもしれないですけど、はい、靴をここで表側のシューレースとかを持ってきたくなるじゃないですか。ストレートチップとかですか？ストレートチップとか、はい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 、手持ちのものをまあこれでいいかみたいに持ってきたくなるんですよ。なんかちょっとね、仕事っぽい感じのね。仕事っぽい感じの。はいはいはい。多分手持ちも皆さん多いと思うんで、多いですよね、そこを、できればこうローファー。スウェードのローファーとか、まあ表側でもいいんですけど、まあスウェードのローファー履きやすいので、口が浅いもの、ちょっとこう見えてますよね。こういう感じのもので合わせてあげると、うんはい、こっちがね、今、無理やりこう軽めに持ってってるんで、足元にズーンと重たくなっちゃうと、そこで一気に視線がそこに行ってしまうんで、ね、ちょっとこう軽めのもの。はい、できれば、今一応シューズインソックスっていうのを履いてます。見えないやつ、ね。見えないやつ、見えないやつ、はいはいはい、インビジブルなやつを履いてますね、はい。ちょっとね、それ抵抗ある方も多いと思うんですよね。うん、僕も大体ディスられるときは、はい、素足でヒゲでもじゃもじゃの髪型のやつは信用なんねみたいなよく書かれるんで、いや、はい、僕もそうですよ、それは。そうですよね、はい、だからそういうのあると思うんですけども、はい、ただやっぱりまあできればシューズインソックス、うんうん、でそれが難しい場合は靴下で、はい、まあパンツの色とか靴の色とかに合わせてあげた靴下を履いてあげるっていうのでやってあげればいいんですけども、やっぱりちょっとこう靴下履くと重たく感じるので、うんうん、できればシューズインソックスにちょっとトライしてもらって、うんうん、こういうローファーを買っていただくっていうのがあるので、なるほど、はい、確かにローファーかっこいいっすね。そうですね。これは、なんていうブランドの？これフェランテっていうブランドですね。うちがもうずっと10年前からずっと押し続けてるブランドなんですけども、非常にこうスニーカーみたいに履きやすくて、ちょっと前のなんか大山さんの、あれでもそろそろスニーカーから革靴が気になるなみたいな動画も、うんね、出てたと思うんですけど、はい、で、最近の革靴履きやすいんですよ、とおっしゃってたじゃないですか。うん、だからそれと全く同じような感じで。そうですよね。フェランテなんかシルエットもすごく綺麗だし、そうなんですよね。ね、履き心地もすごくライトで、ね、いいですよね。はい。変にこう、なんかおしゃれおしゃれもしてないので、うん、何にでも合わせやすいというか、デニムからチノか、うん、あ、デニムでも良さそうですね。はい、いいですね、うんうん。なんでこういったものを1個持っとくと、まあ便利かな、みたいな。なるほど。はい。ブラックもかっこいいですね。ブラックいいですよね。もともとダークブラウンがすっごい売れてたんだけど、最近黒もやっぱよく売れてる。ああ、そうなんですね、はい。合わせやすくていいかな。うんうん。なんかモノトーンのこうグレー系のね、パンツとこうブラックの足元、ね、かっこいいですよね。はい。で、まずはこのベースを、この3つがマストバイかなと思うんですね。で、これを作ってから、さっきみたいなジャケットをはめていくと、なるほど。おしゃれかなと。ああ。これでもね、十分多分これ着るだけでも。そうですよね、素敵ですよね。はい。これで腕まくって夏とかなんか歩くだけでも十分素敵なんですけども、ね、そこにちょっとプラスすると。うん、ちょっと着てみていいですか？ぜひぜひ、はい。これで先ほどのジャケット着ましたね。先ほど難易度高いよって言ったやつですね。はい、着てあげれば、そんなにこう、おかしくない。素敵。はい、まあ、いいですね。こういう感じで着流してあげてっていうのを歩いてあげれば、はい、イタリアンファッションっぽくいけるかなっていう感じですよね、うんうん。で、これなんかシャツジャケットですごく軽い仕立てに実はなってるものなので、はいはい、裾袖ですしね。こういったものでやってあげたりとか、はい。
あとはなんか、ね、また新鮮ですね。皆さん絶対こんなの買わねえよって多分店頭にかかったら言うようなダブルのシャツジャケット。僕もダブルですけど。おしゃれ上級者はいいんですけど。なかなかね、初心者の方がこれ着るって難易度高いんですけど。すごい素敵ですね。そうなんですよ。でもさっきみたいにちゃんとベースを作ってからだと全然おかしくないんですよね。いいですね。前閉めても全然もう、いけちゃう感じになるので。素敵ですね、はい。なんかダブルってこうね、昭和のバブルのね、イメージがありますけど、はいはいはい、なんかイタリアのダブルってこう、ちゃんと、ウエストくびれていて、すごくなんかスタイリッシュでかっこいいですよね、はい。ちょっと前までって結構そのダブルっていうとダブルって感じだったんですけど、最近のダブルって一生懸命シングルに近いフォルムが増えていて、はい、うんうん、そういう意味ではすごく着やすい。かっこいい。はい、こういったもんだと。はいはい。はい、ニットジャケットですね。ニットジャケット。はい、もうこれもちょっとこうやって腕長いもの着てもいいんですけども、もう裾袖なんで、もうちょっとこうニュアンスつけてまくってあげたりして、はいはい、自分でこう多少こうアレンジしていくっていうのもなかなかおしゃれになるコツなんですけども、こんな感じで着流してあげてもいいかな。いいですね。はい、なんかこう。先ほどのジャケットに比べると、ちょっとこうリラックス感があって、はい、なんかこれまた休日感があっていいですよね。そうですよね。ちょっと大人っぽいですよね、大人っぽいですよね。これもラルリーニなんですけど、さっきから来てるラルリーニバルバとかなんですけども、やっぱりイタリアブランドってツヤがあるので、設計がすごくこう、なんか大人っぽく仕上がりますよね。そうですよね。もうイタリアブランドのね、人気どころとして、はい、もう、ラルディーニと言ったらもう定番ですよね。ね、めちゃくちゃいいですよね、はい。で、なんかやっぱりまあこういったジャケット系でもいいですけども、例えばもうこの上レザーみたいなもんでもいいんですよ。おお、来ました、レザー。いいですね。まあ、ベースさえ整っていれば、はい、その上にジャケットじゃなくても、レザーでもいけるってことですね。そうなんですね。もう本当に、派手なもんとか何でもいけちゃうので、まあ、こんな感じで。これバルサーなんですけども、はいはいはい。まあ、いわゆるバルサリーノっていうのがすごく有名な。こういったものを羽織ってあげても、ああ、かっこいい。すごく大人っぽく決まる。いいですね。ね。いや、いいなあ。こういうスタイルやっぱ大人ですよね。そうですね。なんかこう横に並んでると、すごくね、30代。大人って感じがしますよね。親父で。ここら辺ができると、だいぶまたね、ファッションの幅も広がるかなと思いますし、すね、やっぱりこう、40代以降の方だと、ゆったりめのシルエットが苦手って方も多いので、うん、そうですよね。ね、ジャストサイズとか、自分の体のラインをきれいに出すっていうね、イタリアファッションってすごくいいですよね。そうですね。うん、イタリアの親父なんかもう、デブったからでもライン出しまくりできてるんで、それがまたかっこいいんですよ。なるほど。だからもうそういうのぜひやってほしいなと思うんですよ、うんうんうん。で、ジャケットに関して、ちょっとこれ注意したいのは、この時に NG なのはネイビージャケットだと僕は思っていて、なるほど、せっかくベースをこういうふうに地味というか、まあ、ベースの色で作ったのに、ね、はい、そこにまたネイビーとかこうシンプルなプレーンのもの合わせちゃうと一気にこうイタリアっぽくなくなっちゃうんで、ちょっとお仕事感が出ちゃうかもしれないですね。出ちゃうんですよね。ここはもう思い切っていこうよっていうところでチャレンジしてほしいなと、うん、なるほど。だからもう買ったこれを着てですね、お店行ってどんどん着ていくと、はいはい、ああ、なるほど、はい、で似合ったもの、ちょっと派手なもの手に取って似合ったらそれ買うみたいな買い方をすれば、はい、いいかなと思うんで、ああ。ぜひそういう風にしていただきたいなと。さすが、もう理論的に、わかりやすく解説いただいて、いやいやいや、そのままですね、まあ、シャツと、なんかやっぱり、服買いに行くときって、この着こなしに何合わせようかっていう感じで買いに行った方がわかりやすいですよね。はい、そうなんですよね、うん。僕らでもそういうやり方しますもんね。はい。で、ちょっと今日、はい、同じ考え方で、はい、もうワンスタイルやりたいんですけど、なるほど。大山さん着てもらえません、はい、僕はですか、はい。マジっすか？ちょっと大山さんサイズで用意してあるんで、はい。なんてことでしょう。ね、普段こういうちょっとこう、緩めのサイズの30代ラストイヤーを迎えて大山ですが、今日はちょっと森さんのプロデュースでイタリアファッションですね、はい、変えてみたいというところで。ぜひちょっと着てもらって、はい。じゃあちょっと着替えてみましょうか。お願いします。はい。じゃあちょっと着替えてみたいと思います。準備はできたでしょうか？はい、OK です。じゃあ大山イタリアーナさんの登場です。はい、ありがとうございます。どうでしょうか。かっこいいです。ピナモレのシャツとアントラミのチノですよね、はい。はい、皆さんどうでしょうか。かなり新鮮だと思いますね。普段の僕のサイズ感から言うとかなり細身で、あ、こんなに足綺麗に見えるんだっていうね。久々のこの感覚ありますね。そうですよね。はい。それにちょっとこのジャケットを着てもらってもいいですか。いやー、すごいですね。ちょっとデザイン的には普段着ない感じですが、どうでしょうか。めちゃめちゃかっこいいと僕は思うんですけど、はい、
いやなかなか雰囲気ですね。やっぱりこのジャケット自体がインパクトありますけども、はい、ベースのこの白シャツと、はい、ネイビーのパンツがベーシックなので、そうですね。なんかバランス取れますよね。そうですよね。このジャケット単体で使えって言われるとなかなか難易度高いと思うんですけども、まあこういうふうにベーシックなもので合わせてからだとそんなに難しくないから。確かに、はい。いいですね。僕もこういった柄は初めて来ましたが、はい、意外と違和感ないもんですね。そうですね。全然すごいお似合いです、ね。おお。接客みたいな。いいですね。ちょっとニットジャケットも着てみて。はい、ぜひぜひ、はい、いいですね。ニットジャケットか、ちょっと僕も新鮮な感じしますね。これニットジャケットもね、ドメスティックブランドとかのもありますけどね、はい、ちょっとそれとはまたやっぱり形がすごく違うので、おお、なんかやっぱりこの腕をちょっと着た感じが全然違いますね。肩周りが楽というかフィット感があってすごく体に吸い付く感じありますね。おお、いいですね。かっこいいですね。どうでしょうか皆さん、なんかこうネイビーよりもこう明るめのブルーっていう感じで。そうですね。爽やかですよね。夏とかなんかこんな感じで歩いてたら。はいはいはい。洒落てますね。出るんじゃないでしょうかね。いや、スタイルがよく見えるな。僕はこう身長が低いのが悩みなんですけど、なんかちょっと縦長効果でね。そうですね。シュッとして見えますよね。はい。やっぱこういったファッションって初心者の方もしやすいんですけど、女性受けがやっぱりすごくいいんですよね。あ、女性やっぱりこうスーツとか、はい、ジャケットっていうこう綺麗な感じがお好きな方多いですもんね。多いですもんね。はい、今流行りのこうドメスティックっぽい感じってやっぱ女性ちょっとわかんない方も結構、うんうん、まあそれこそ僕らがターゲットにするのは40代オーバーのお姉様方は、はいはい、そこをちょっと理解しない方も多いので、そういう方はこういう清潔感の方がやっぱりモテるんじゃないかな。なるほど。これが大人のモテコーデということで、皆さんどうでしょうか。いい感じですね。こういう感じもね、ちょっと改めてこう僕も大人のね、一歩を踏み出すという意味ではいいんじゃないかなって改めて感じましたが、はい、皆さんもね、こう普段の僕の動画では割とこうカジュアルな方向が多かったかなと思うんですけども、まあ、ジャケットを取り入れたスタイルだとか、こういったね、シャツでもこうカジュアルな感じなんですが、綺麗さもあるような大人っぽいシャツを取り入れて、あとはボトムスのシルエットもね、こういったこう足の形を綺麗に見せてくれるものを履いてもらうと、まあ、スタイルがよりよく見えるし、大人の男性のね、まあ、魅力をよりですね、引き立ててくれるかなと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいですね。そうですね。はい。森さんどうですか？実際にこう、こう変わった僕を見ていただいて。いや、僕はこっちもいいんじゃないですか？ぜひ皆さんコメント欄しますが、はい。全然そっちの方が良くないよって言われちゃった。いや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 。なんかいろんなスタイルがある男性って素敵ですよね。でもなんか本当そう思いますね。はい、これもいいし、あれもいいっていう感じなので、うん、なんかまた違った大山さんのね、はい、側面が見れて、多分女性はすごくキャキャ言ってくれるのかな。女性の方いるんですか？僕のチャンネル見てる方。0. 何パーセントいると思うんですけども、ぜひ女性からのね、ご意見もいただけたら嬉しいなと思いますね。そうですね、ぜひぜひ。はい。はい。はい、こちらのチャンネルではですね、大人の男性に向けて、こう、カジュアルなものをお伝えしてるんですけども、JD やファッションチャンネルさんの方では、こういった大人のイタリアンファッションをベースとした着こなしをどんどん解説してますので、下に概要欄にですね、リンクを貼っておきますので、そちらの方からぜひ皆さんもチェックしていただければなというふうに思ってます。はい。ということで、皆さん、今日もコラボレーション楽しんでいただけたでしょうか。またこれからもですね、森さんにはですね、イタリアファッションを教えてもらおうと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思っております。ありがとうございます。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。